父さんは逃がしてもこの俺は逃がさんぞ。おいベジータ、こいつは何とかしてくれよ。十八号、あんなところに隠れていやがったのか。おい、セルに見つかったぞ。しまった、完全体にはさせんぞ。邪魔はさせんぞ、トランクス。おのれ。ついに完全体になる時が来た。父さんは間違っている。あいつを完全体にしてはいけないんだ。情けないやつめ。セルがどう強くなるのか見たいと思わんのか。俺はそんなもの見たくない。地獄のような未来はもうたくさんだ。というわけで、しまった、目が。やめろ。十八号、くそ。いよいよ完全体に変身か。今度こそがっかりさせるなよ。出来上がりか。ついにセルは18号を吸収して完全体へとなった。18号を吸収され、クリリンは怒りの拳をセルに向けるが、圧倒的な力で返り討ちにあってしまう。トランクスが預かっていた先頭で一命を取り留めたクリリンは、完全体となったセルの強さに驚愕していた。完全体との戦いを望んでいたベジータは不敵な笑みを浮かべ、セルを挑発する。落ち着きを取り戻したセルは挑発を冷静に受け止め、進化は究極へ、全てを圧倒する完全体。君が私のウォーミングアップを手伝ってくれるかな。ウォーミングアップでおしまいにしてやるぜ。よろしく。どうやら思った通り、完全体になっても大したことはなさそうだな。そうかね。これがスーパーベジータ。すぐに終わらせてやる。温まってきたようだ。
おやおや、差が大きすぎて戦いがつまらないとお前が言った言葉を。さてとも、そろそろ殺してしまうか。何してんだトランクス、早く助けないと本当にベジータは死んじまうぞ。父さんは俺や悟空さんに助けられることの方がセルにやられてしまうよりずっと。そりゃそうかもしれないけど、父さんがセルとの戦いで気を失ったら助けに入ります。しぶといな。まだかろうじて生きているようだ。今すぐ楽にしてやるぞベジータ。トランクス、お前を殺すぞ。強気なセリフだなトランクス。クリーンさん、父さんを連れて遠くへ離れていてください。うん。トランクスの木が極端に小さくなった。セルの木はでかいまま。やられちまったのか。大変だ。起きろベジータ。お前にもベジータにも随分失望させられた。もっと楽しめるかと期待した。最後に質問がある。お前たちは私に乾杯したとはいえ、短時間で急激に実力をアップさせてきて、時間があればさらなるアップも可能。やってみなけりゃわからん。だがなぜそんなことを聞く。可能性がないわけでもないか。次の質問だ。孫悟空は何をしている。なぜここに現れないのだ。悟空さんは貴様を倒すための修行中だ。あ、悟空さんなら必ず願いを叶えてくれるぞ。俺はそう確信している。いい答えだ。では武道大会を開いてやる。武道大会、10日後の12時にしよう。大サービスだ。せいぜい強くなって楽しませてくれ。一体何のことだ。お前は知らんかもしれんが、かつて天下一武道会という大会があった。そいつを再現してやろうというのだ。ただしお前たちの相手は私一人でいい。1対1で戦い、私が勝ったら次の者がまた私と戦うのだ。場所など詳しいことは近いうちに知らせてやる。テレビ放送を通してでもな。待てセル、武道大会の目的は何だ。そして最終目的は。武道大会の目的は強さの確認と全世界を恐怖に陥れること。最終目的は特にありはしない。あえて言えば楽しむことが目的かな。一番の目的はもちろん恐怖に怯え引きつった人間どもの顔を見ることだ。それでは楽しみにしているぞ。その後トランクスは戦図で回復したベジータとクリリンにセルが提案した武道大会のことを説明した。武道大会、俺たちを使って遊んでやがる。ちくしょう。俺、悟空さんたちが出てきたらもう一度精神と時の部屋で修行してみるつもりです。貴様もカカロットも必要ない。この俺がまたあの部屋を使えば済むことだ。俺も大会に出る。頼む。
俺をカプセルコーポレーションに連れて行って直してくれ。ふざけるな。貴様もドクターゲロの作った人造人間だ。いいよ、俺が連れてって頼んでやる。強い仲間が一人でもたくさん欲しいからな。クリリンさん、心配しなくていい。こいつは多分悪いやつじゃないと思う。セルに飲み込まれたあの二人だってそんなにひどいやつじゃなかった。お前のいた未来の悪い人造人間とは違うんだよ、次元そのものが。ワン、おめえはオラの考えてた以上に強くなってくれたみてえだな。そうかな、僕にはよくわからないけど。だがまだまだおめえは強くなれるし、本当は今だって力出し切れてね。そろそろ修行の仕上げに入ってみるか。仕上げ？ああ、いつもよりもっともっと本気でかかってこい。父ちゃんをぶっ倒すつもりでな。そんな、倒すのは無理だと思うけど、できるだけやってみる。おめえの力、オラに見せてみろ。あん、やるな、ごまん。こっちも行くぞ。パワーのコントロールはバッチリ見てるな。はい。ごはん、今すぐにオラを超えられそうだ。超えるか。今のは切れたぞ。超えるにはまだまだ時間が必要そうだね。僕はやっとスーパーサイヤ人になったばかりで、それを超えるって。それについては考えがあるんだ。わ、そのために今のオラたちがやれっことは、スーパーサイヤ人にしっかりなれ。スーパーサイヤ人になれる？ああ、これから寝るときイゲーはいつもスーパーサイヤ人でいて、それが当たり前の状態に持っていく。まずはスーパーサイヤ人になったときの落ち着かない気分を消すことから始めんだ。その後、改めて基本的な修行からやり直す。遠回りのようだけど、それがスーパーサイヤ人を超える一番の道だとオラ思う。うん。